こちらの動画はですね、ネタバレを少々含んでおります。そういうわけですので、そういうのがお嫌いな方は、ブラウザバックを推奨いたします。そうでない人は、ゆっくり見ていってくださいね。いいどうも、アンダーソンです。いつもと違う雰囲気だなと思ってませんか？シェーダーが入ってるからだけではないんですね。今日はですね、プラム太郎さんという方が作られた謎解きゲームですね。北総 M リャマというね、脱出マップをね、ちょっとプレイしていこうと思います。どうもね、脱出マップをね、作られてる方の中では割と有名な方らしいです。マインクラフターの、クラフターズ頃にですね、あそこの方でね、紹介されておりました。紹介ページの方はね、概要欄の方に貼っておきますので、もしご自身がプレイしたいという方は、そこからダウンロードしていただけたらというふうに思います。で、当然ながらネタバレを含みますので、俺が自力でクリアしてやるぜっていう人は、ここからは見ない方がいいと思います。さてと、手元にあるもの、招待状、アジト・オブ・リャマーでの地図。招待状、ある日突然ユリンポストに届いた二つ折りの招待状、丁寧な筆跡で文がしたためられている。丸印バス停アジト・オブ・リャマ前、矢印アジト・オブ・リャマ入り口、バス停月見川から竹林を抜けた先に当施設がございますと。アジトなのにバス停の前にある。普通そういうのってこそっと隠すもんちゃうかな。ここがバス停っていうことでいいですよね。建築のセンスがいいな。俺錆させ方っていうのは確かあるんですよね。俺もちょっといずれ学んだ方がいいですね、僕。乗りました。はい。一人しかいませんので、石のボタンを押せばいいですか。すげえ音すんな。配信での注意。配信や動画のタイトル文、サムネイルの画像にネタバレを含むことを強く禁止しています。詳しくは配布先、プロタロの作ったものの群れの中の配布マッププレイ注意事項を必ず確認してください。上記に同意いただきする場合は石のボタンを押してください。これ一応一通り最初に読んでます。謎解きのね、直接的なヒントになるものをね、サムネ等にしちゃいけないっていうのと、あとまあ私はね、最初にも言いましたし、オープニング動画でもね、ネタバレ含みますのでっていうことを言っておりますので、ネタバレが嫌だという人にはまたね、ご自身がプレイした後で私の動画を見てご自身のプレイと比較して、このパンダアホやなってそういう感想をね抱くかもしれませんが、そういう楽しみ方もあるのではないかと思います。おい、プレイ環境の確認を行ってください。ミュージック以外は聞こえるように、してます。でパーティクル全て見えるように、これ最小限にしてたらどうもダメっぽいですね。以下の設定はシングルでは各自、マルチはサービスプロパティの設定をない確認してください。描画演算ソース奴隷10チャンク以上、ピースフルであること、アドベンチャーであることしています。でコマンドブロックの許可、マルチはそれをしなきゃいけない。でプレイヤー全員に OP 権限を付与してください。準備ができたら石ボタンを押してください。これ事前にやっております。事前にやるというかね、一部の設定はダウンロードしたマップですでになってるんでね、シングルでやる人はそこまで気にしなくてもいいかなと思います。パーティクルぐらいですかね、処理速度をね優先しようと思ったら最初に設定しちゃうんですけど、これ最初にしてたら多分いろいろ見えないものがあって困るんじゃないかと思うんで。はい。本日は月見川バスにご乗車いただきありがとうございます。当バスはアジト・オブ・リャマ直行バスです。途中停車はございません。お手洗い等は後部座席柵越しにてお願いいたします。おお、何？真っ暗になったけど。ホラーな椅子だったね。トイレってここだった。柵越しって、あれ要はここから後ろ向けて多正面すればいいってこと？男はそれでもええけど、女の人大変だね。お、この建物ですね、なんだろう、リャマの建
建物というか山のモニュメントみたいなのがあって、1、2、3、ちょっと木の陰に隠れてるけど向こう側し5つの建屋がありますね。すげえでかいな。すげえな、ようできてるわ。ほんま、さすがダッシュマップとかで名打ての方の作られたものだなと思いますね。こういうの作ろうと思ったらまず建築力が上がらないとダメなんだろうな。どういう順序で、あるいはどういう手順で作るんですよね。建物を先に作ってから仕掛けとか作るのかな。ここ中だよね。この中もさりげなく作ってあるけど、シャレオツですよね。細かいところにすごく気を配って作ってられるなっていう気がしますね。お絵がある。本棚。で、リャマの絵ね。これも地図絵なんだろうな。すげえ。誰もおらんけど。開けれる。けど入れない。鐘鳴らしたら人が出てくるって感じ？何も起こらんけど。ん？うわ、びっくりした。斬新な登場の仕方だな。ああ、いたたたた。頭上から大変申し訳ございません。特徴的な喋り方をする人だ。屋根上牧場の手入れ中でございまして、着地失敗、いたたた、足をくじいてしまいました。そんなところに牧場作ってんの？中入ってった。え、どうやって開けたの？四つ足なのに。ありゃりゃりゃ、私としたことが、大切な仕事道具を床にぶちまけたままにしておりました。お手間をかけて大変申し訳ございませんが、こちらまで運んでいただけないでしょうか。足がズキズキいたしまして。まあ、それは別にいいけど、捻挫で済むのか。あっこから落ちてきたってことでしょ。あっこから落ちて捻挫で済むってなかなかの体の強さですよ。これは何だろう。マスターキー、超絶厳重なセキュリティ仕様。ふーん、オリジナル。仕事に対しての姿勢が書かれたちょっとしたメモ。お昼寝するときに聞く。これは飯か。前返そう。これでいいのかな。よかったっぽいですね。お手数をかけました。ありがとうございます。一支配人である私めがかっこよく天井から登場しようなど、愚の骨頂でございました。そんなこと考えてたの？それで捻挫で済んだんならよかったけどね。ようこそ味とおぶりゃまへ。私、この施設の支配人のアリャマと申します。招待状にてもうご存知かと思いますので、簡単にご案内を。初心者も安心、脱出ゲーム施設で、お客様はラッキーな初の挑戦者でございます。ほう。謎解き部屋がまっすぐに5部屋つながっていますので、すべての謎を解いてこの施設から脱出してください。と、実は他に説明することはあまりございません。これ以上話してしまうとネタバレになってしまいますので、うひゃ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 、嫌な笑い方するな。その方がいいでしょう。まあね。一応脱出ゲーム多い。びっくりした。失礼にも程があるんだろ。鼻汁をぶちまけてしまいました。ただ今のくしゃみのおかげで一つ思い出しました。こちらお受け取りください。なんだろう。現在のポイント数は0。アジトブリャマのスタンプカードでございます。5つの部屋すべてを攻略するとスタンプを1つプレゼントいたします。3つ貯まるごとにお土産を差し上げますので、どうぞアジトオブリャマをご贔屓にお願いいたします。ああ、事前にカードに名前を記入することを忘れずにお願いします。そちらに金床がございますので、脱出挑戦前に忘れずにお願いいたします。さて、準備がよろしければカウンター右側の階段から先へと進み、2階の赤い床の付近でお待ちくださいませ。この長々とした説明を聞かないと多分先には進めなかったんでしょうね。今の音の感じからするとね。金床で名前をつけましょう。アンダーさんね。これでとりあえず持っときましょうか。では2階に赤い床がどうたら言うてましたね。ここのことかな。
初見台がある。びっくりした、マイクのとこ。ああ、ですですです。受付カウンター以外ではスピーカー越しにて失礼します。そこから先へ進むと謎解き開始でございます。制限時間はございません。もしお困りごとがございましたら、各部屋に設置されているヘルプコールをご利用ください。初心者も安心、アリャマが優しく助言いたしますぞ。それではよく喋るリャマだと思われているところだと思いますので、早速ゲームをスタートしましょう。それでは張り切ってどうぞ。変わったリャマだね。ミルクラ初見台の上の本、浮遊する光を見つけよう。カエルになったんじゃない、これ。閉じ込められたよ。脱出するまで絶対出られないってこと。まさに脱出しないといけないわけ。浮遊する光ね。このあの足元にね、ライトを設置するこの手法ね、他の場所でね、他の方がやってるのを見て、あ、こういうことができるんだと思いましたね。私はセンスがないですからね。レバーが 1,2,3,4,5,6、 これこの並びそのものには何か意味があるんだろうか。で、この旗ね、あ、これがヘルプコールね。いきなり聞いたもね、ちょっと申し訳ないね。少しね、見て回って考えましょう。ここにもレバーあるじゃん。反対側もあるね。あ、動いた。消えんねや。アドベンチャーモードにしてるから、暗くなっても敵は出ないです。お？なんだこれ？どうやってんだ？これが浮遊する光か。不気味だな。これ怖がりの人は怖いと思いますよ。私、怖がりの人だから怖いです。だから何だってんだろうね。何かでも見つけろって言われて、出てきて、何らかのこれ自体がヒントだと思うんですけどね。なんかそれぞれ微妙に高さが違う。高さが低いと思われるやつのところのレバーからちょっと動かしてみますかね。そういやチェストがある。オープン記念フライヤー。アジト・オブ・リアムのオープンを知らせるフライヤー。きっとプレミアがつくから大事に保管しておこうと裏側に書いてある。そうっすか。暗いけど確かにポップだな。これも地図絵で作ってんでしょ。これ作るだけでもすごい労力ですよね。俺しんどすぎて地図絵やったことないもんな。これでも見てられるな。すごく綺麗だな。見てちゃ何もなんないんだけどね。ここで音がするんだよね。なんか動いてる？あら、ここも音がするね。音はすると順番が合ってるってことなのかな。右奥の方でなんか光が動いてるのが、お、開いた。順番が合ってたんかどうか分からんけど、一面クリアや。あー、ちょっと嬉しい。今度は真っ赤の炎も真っ青な炎も回る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 の回数がわざわざ4回書いてある。で、赤い炎と青い炎、回る。これ下に多分本とかあんのかね。あ、びっくりした。何？
あれが定期的に、ああなんか水が垂れてきよんだよ。スイッチ、石のスイッチがある。でこっち側には石のスイッチはない。このスイッチはヘルプコール。何も考えずにヘルプコールをやるのは申し訳ないよね。え、何？あ、回りよんの。この3箇所から水が漏れてきて、漏れてきたところは当然消えて、消えました。はい、というわけでね、2つ目の部屋で早くも積んでる感がひどいのですが、頑張って考えていこうと思います。難しいですね。初心者向きってあったけど、私の知能がさほど高くないのと、あとやっぱり柔軟性に欠けてるっていう部分あると思いますね。困ったな。本気で参ってますよ。それではね、また次回もね、挑戦していきます。なんとかね、次回はこの部屋だけでもね、突破できたらというふうに思いますので、よろしければそちらの方を見ていただくためにも、お見逃しのないようにチャンネル登録等々お願いいたします。それでは今日の配信はこれで終了とさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。また次回の配信でお会いいたしましょう。さよなら。